リビアアラブ航空船103便空中分解事故とは1992年12月22日にリビアアラブ航空船103便がトリポリ国際空港への着陸直前に空中分解し乗員乗客157名が死亡した航空事故であるリビア空軍ミグ23と空中衝突したとされる当日リビアアラブ航空船百三便はベニンナ空港から トリポリ国際空港業の国内便としてベニナ空港を出発した。トリポリ国際空港への着陸態勢に入り、3500フィート地点で航空機に何かが衝突し、空中分解を起こした。乗客147名、乗員10名全員が死亡した。公式声明ではリビア空軍所属のミグ23の衝突を避難した。 問題のミグ23を操縦していたパイロットと教官が拘束された。この事故はリビアで発生した最悪の航空事故である。20年後、ムアンマル・アルカ・ザーフィーの死後、アブデル・マジット・タヤルガミグ機の教官として公式の場でリビアアラブ航空戦103便が撃墜されたものと主張した。それはトカゲの尻尾切りのようなもので。 ミグキはいくつかの原因不明の理由で撃墜され、研修生と共に落下直前に脱出を余儀なくされたと話した。カダフィ政権とリビア国民評議会の外交官を務めたアリー・スレーマン・アウジャリは、カダフィ大佐はパンアメリカン航空103便爆破事件後、リビアへ課せられた国際的な制裁の悪影響を示すために撃墜命令を出したと主張している。アウジャリは、 カダフィ大佐が次元爆弾によって航空機を爆破する予定だったが、それが失敗した時に航空機は空中で撃墜せよと命じたとも話した。ありがとうございます。